ははい皆さんこんこにちは中島ですえー、今私は、えーまあ、西の方にいます。えー、それでですね今日は、えー、まあここいつもの自業宿なんですけど心斎、えー、橋にあるインコホテル、えー、大体ここに来ることが多いんですが、まあ、ここで、えー、体の方のケアをするために、えー、今日は来ております。でですねえっ、ー、と昨日えー 16日、今日今は17日でまあ最近ね、えー、九州の方で熊本の方で大変なことが起こった数日なので私の方も本当に <laughs> いろんなことがやっぱり目まぐるしく起こり昨日も実はえっ、ー、と南に出たんですね南に出たんですけどあのー、ちょっと不思議な方にやっぱり会いましてこういう時期なのであのー、そうですねまあお役目なので。 あちらこちらからちょっと誘っていただくというかお声をかけていただくことが多く、えー、やっぱりちょっとある方のお導きでそういう方とお会いしてたんですけどあのー、まあこの方も、うんまあ、そういうふうにこう定裁だったり人の人災だったりあと私は最近金災って言ってますねお金の災難、えー、そういうことも含めて、えー、いろいろとご指導なさってる先生と、まあ、昨日南でお会いしてたんですね、えー、その方はね。 うん、もう仙人さんと言われるような方で本当に見え,見,栄え見,見え方ももうおひげが生えてたりとかああそんな感じでもうまさに、えー、そういうふうにまあレンとつながる方でしたでいろんなお話をさせていただきまた違った形で、えー、私もうんまあそういうお役目があるんだなということを、まあ、改めて、えー、感じたような次第です。 でまあそうだからというわけじゃないんですけどえー、っとねあの西の秘密基地があるんですがまあそこがね、まあ、いきなり天井抜けてたりですかね <laughs> あの雨漏りしてたみたいで、えー、っと耐えに耐えてた天井がドーンってもう一気に落ちたみたいでもうそんなこんなで大慌てであのいろんなことをしていると。 時間というのはすぐ過ぎていってしまい、えー、昨日の配信はちょっとサボりました。で本当は昨日を大事な日だったんですね。えー、とお,お月様のメッセージはサターンなんですよ。で今日は、えー、とプルートなんですね。このサターンからプルートに変わる。えー、サターンっていうのは非常に私ともあの関係が深い、えー、惑星でして、であとまあ、土星ですね。で今日はまあプルート。えー えとプルートはあのー、本当にこう自由に、えー、飛び回る旅人とかっていう海洋とかっていう意味もありますので本当こう自由に旅するっていうイメージですね何者にもとらわれないで自分の自由な発想とっていうようなメッセージが含まれています。でサターンっていうのは機能ですねそのサターンっていうのはもう本当にこう訓練鍛錬 してえー、どんどんと自分の、うん、ステージを上げていくっていうようなイメージなんですがまあ本当にかたや、えー、コツコツとやり続けることかたや今日のこのタイミングで、えー、自由に、あのー、最初、うん、何事もやっぱりベースがなければ、うん、花開かないっていうのが、えー、あります。で 一瞬何かに助けられてすごく運がついて、えー、向上したのというふに思えるんですけどそういういのはやっぱ長続きしません、えー、何かに助けられてすごく上に上がれたとしてもそれが長続きしないようなものでしたらもうないものと同然なのでやっぱりある程度のベースと、えー、本当にこう引き寄せ力だったりとか、えー、引き寄せ体質強運体質になって、えー、また運を味方につけて。 自由にいろんなところに飛び出すまあこういう考えの方が健全ですっていうような形で、えー、昨日から今日もうまさにそんなあのイメージの一、うん、日なんですが、えー、っとその間に色もですね、えー、イエローから、えー、今日は茶色に変わりますで、えー、そんな形でずっとこう変化をしていってますので、えー、今日は茶色を意識してください。 で数字も1から今日は3ですね。えー、奇数の数字の、えー、サイクルになってますのでどちらかというと女性性より男性性の方が高まる習慣です。えー、より、えー、攻撃的により挑戦的に、えー、このサイクルは行ってみてください。であとですねまだまだあの九州の方、えー、予しも続いておりますがうーん私の方も今いろいろと取りまとめをしております。で 明日明後日ぐらいから、えー、皆さんにねいろいろとご協力を、えー、お願いしてて、えー、続々と今お申し込みいただいてますのでそろそろ動き出します、えー、実行日は、えー、次の22日かな、うん、22日の満月の時からやります、えー、次の22日の満月から今度5月7日の新月まで、えー いろいろと私ができることを皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、ぜひ、えー、私のメルマガ、ブログ、Facebook、まあ、ありとあらゆるところに今そういうこと書いてますので、ご協力いただける方は、えー、メッセージをください。お待ちしております。それでは皆様、今日も良き日となりますように。また明日です。